2019年、矢野監督、就任1年目の阪神タイガースといえば、とにかく打てなかった。2019年のチーム打撃成績を見ていくと、こんな感じ。ホームラン数は、リーグ5位の94本。打点、長打率、勝利貢献度の5は、リーグワーストだった。せっかくピッチャーが頑張っているのに、これでは報われないところ。そんな貧打の阪神を救うべく、メジャーリーグから獲得したのがこの人、ジャスティン・ボーア。打線の中心になれるか、矢野監督の期待も大きいが、果たして。2016年に初めてメジャーに昇格したジャスティン・ボーア。メジャー6年の通算成績は、こんな感じ。ホームラン20本以上のシーズンが3回あり、パワーはそれなりのもの。また、2017年のホームラン競争に出場しており、この時は1回戦で、アーロン・ジャッジに敗れた。そんなボーアに、阪神のフロントは、かつての助っ人、クレイグ・ブラゼルや、ランディ・バースの姿を重ねる。ブラゼルといえば、2010年、阪神打線がダイナマイト打線と呼ばれた時、47本のホームランを放った助っ人。これは、当時の記事。ブラゼルの前に、40本以上ホームランを放った助っ人が、ご存知、ランディ・バース。バース、神と呼ばれた男。伝説のバックスクリーン3連打の一人としても、おなじみ。また、1986年に記録した打率3割8分9厘は史上最高。まさに最強の助っ人である。そんな最強助っ人と比較されるボーア、彼が活躍できるかはシーズンが始まってみないとわからない。でも弱点がはっきりしているので微妙といえば微妙である。がサウスポーを苦手としているのは獲得して早々に分かっていたことである。例えばこんな感じ。メジャー6年間の左ピッチャーとの対戦成績は、こんな感じ。ボーアが打っているのが、ほとんど、右ピッチャーだというのがわかる。ホームランはわずか8本。ちなみに、2019年、左ピッチャーから打った長打は、1本のみ。それも2塁打。しかし、これは序の口。彼にはもっと苦手なものがあるのであった。この図を見てください。これは、ボーアの投球ゾーン別のホームラン数を表したもの。インハイが真っ黒なのがお分かりでしょう。つまり、ボーアは、メジャーリーグで、一回も、インハイのボールを、ホームランにできていないということ。もっと言えば、長打すら一本も打っていない。右ピッチャーであろうが、左ピッチャーであろうが、とにかくインハイが打てない。ちなみに、ピッチャーがインハイに投げた球種は、やはり、ストレート系。割合は、約 85%。いかに、インハイを有効に使うかが勝負の鍵になりそう。ボーアの弱点は、こんな感じ。これらを克服できたら、最強助っ人に近づくかもしれない。少々ちょっとだけ。甲子園といえば浜風。大
ライトからレフト方向へ吹く浜風は左打者任せ。でも、ボーアにはそんなに影響がなさそう。メジャー通算で165本の長打を打っているボーア。そのおよそ半分の80本はセンターからレフトへの打球だった。これなら甲子園でも大きな当たりが見れそう。それともう一つ、ボーアはとても親日家。2017年のシーズンオフに来日し、イチローと一緒に練習したとか。また、コンビニのおにぎりが大好物だとか。そういえば、最強助っ人、ブラゼルやバースも、かなりの親日家だった。ブラゼルなんかは、自分の息子のミドルネームに、甲子園と名付けてしまうほど。まあ、そこまででなくてもいいけど。とにかく、日本に馴染むことが、とても大切であるということは言うまでもない。終わり。